熊谷市は埼玉県の北部に位置する市。人口は約19万人であり、県内9位である。首都圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域となっている。埼玉県北部地域で最大の人口数を誇り、北部の経済の一大拠点であり、特例市、業務各都市、景観行政団体、特定行政庁に指定されている。 江戸時代には、中仙道の宿場、熊谷宿が置かれ、宿場町として栄えた。現在でも市内には、国道17号をはじめとする4本の国道、9本の主要地方道、上越新幹線をはじめとする3本の鉄道路線が、通過しており、交通の要衝としての役割を果たしている。また人口は、県内第9位であるが、農業産出額県内第2位。 商品販売学圏内第3位、製造品出荷学圏内第4位であり、埼玉県北部における経済上の一大拠点をなしている。1986年に国土交通省により首都圏の業務各都市に指定されている。2005年10月1日に熊谷市と大里郡目沼町、 同郡大里町が合併し、新たに熊谷市が設置された。また、2007年2月13日には、大里軍港南町を編入し、埼玉県北部では、初の20万人都市となったことにより、初手続きを経て、2009年4月1日に、特例市の指定を受けた。1990年代以降、夏の気温の高さが、全国的に知られるようになった。 首都の東京に近く、歴史的に古くから熊谷という地名が知られていることも、相まって、暑い街としてメディアに取り上げられる頻度も高い。熊谷の発音に関して、主に平らな発音と、間にアクセントをつける発音の2種類が混在している。この件に対し、2019年当時の富岡、清市長は、平らに発音するのは、 以前からの地元での寛容、間にアクセントをつけるのは共通語的。現在の市民にはどちらも自然に受け入れられており、寛容的な呼び方を大切にしたいが、それぞれ親しみのある呼び方をしてほしいとし、平らな発音を大切にしつつも、それを生として統一する考えは持っていない。夏場の高温、猛暑に関する多くの最高記録が観測されている。このように、 熊谷が高温となるのは、海風に乗り北上してくる、暖かく湿った葉へと、秩父山地から吹き下ろす、フェーン現象によって温められた、乾いた西風が、埼玉付近で交差するためだと考えられており、熱風の交差点と呼ばれることもある。なお、東京都心からの南東寄りの風の場合、近隣の伊勢崎市や気流市の方が、 約摂氏1度高くなる傾向があり、熊谷が関東で1位になることはあまりないが、フェーンの場合は1位になりやすい。摂氏41.1度を記録した時も西寄りのフェーンが強かった。しかし、2021年8月10日には海星かつ北西フェーンだったにもかかわらず同日予想の摂氏40度に対し摂氏37.2度だった。この日は、 八王子市で、摂氏39.0度、練馬区で、摂氏37.9度などといった、都内内陸部を中心に猛暑となった。冬場においては、冷たく強い北風が吹くとともに朝は、氷点下まで冷え込む日も多く1月の、平均最低気温は低、摂氏0.7度となっている。ただし、この数値は、埼玉市の低、摂氏1.5度より高く、 越谷市の低、摂氏0.5度に次いで、県内では2番目に高く、都内でも府中市の低、摂氏0.9度、千葉県内でも桜市の低、摂氏2.0度より高く、東京都心に近い都市とさほど変わらない。これは赤木卸しによるフェーン効果と強風で、放射冷却が弱まり冷え込みが抑えられるためである。さらに、昼間は、 摂氏10度前後まで上がることも多く、内陸にありながらも冬の気温は高い。1月の平均最低気温は1961から1990年平年値の低、摂氏1.8度より大幅に上昇している。雪の降る日数は、関東北部ほど寒気が強くなく、関東に雪を降らせることの多い南岸低気圧に、 南部より近くないため降水量が弱めで比較的少ないが、両方とも満たしていると大雪になることがあり、平年の降雪量合計は平均で 16cm、最新積雪の平均は 9cm である。平成26年豪雪では、熊谷市では最大積雪量 62cm と、 これまでの最大積雪量であった4 3トルを大幅に上回る記録を出し、近隣の深谷市や行田市とともに、農業用ハウスや店舗、彩りの国熊谷やドームの屋根や窓が破損し、農作物に甚大な被害を被った。年間の平均気温は、摂氏15.0度、平均降水量は1 2 8 6 3ト、mm、ル平均風速は、 秒速2.4メートル。平均日照時間は2042.1時間で、1年の、うち最も日照が多い地域の一つである。また、1917年6月29日の午後5時頃、当時の長井村では、直径29.6センチメートル、中城村今井地区では、重さ3.4キログラムもの巨大な氷が降った。これは、 当時の熊谷速攻所の調査によるもので、今まで観測された中では、世界一の大きさであるとされる。市内には熊谷速攻所から発展した、気象庁、熊谷地方気象台がある。熊谷市中心部周辺の空中写真。市街地の南を荒川が南東方向へ流れる。1990年撮影の10枚を、 合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。埼玉県の北部、荒川線上地の東端に位置し、県庁所在地である、埼玉市から、北北西約 45km、東京都心から北西約 60km の距離に、ある。 地域の約3分の2が北端の利根川と南側の荒川とに挟まれた地域であり、他約3分の1が荒川の南側に、残りの一部が利根川の北側にも及ぶ。このうち荒川砂岩に接する地域に中心市街地がある。そのほとんどが荒川や利根川によって形成された中石平野であり、 豊かな自然や肥沃な大地、また豊富な地下水を有する。ただし、荒川以南の一部地域は、引き給料に含まれる。また、市内からは西に、秩父山地を、北に、赤城山を仰ぐ。市内最高地点は、奈目川町高根山の西、小江川地内の標高約104メートル。なお、当市の平坦なエリアは、北西、南西方向の山地。 丘陵に加え、南東方向にも大宮大地があることから、盆地であると誤解されることがあるが、正しくは、目沼定地と呼ばれる定地の一部にあたる。かつての旧稼道を県境としたため、現在、殿川右岸にある、市中心域から殿川を挟んだ左岸に、目沼小島地区があり、集落が存在するが、市内と、直接、殿川の対岸へ渡る橋がない単独孤立地区と、 なっている。この地域へは、大田市の刀水橋を渡るルートで入るなどするため、陸続きで隣接する群馬県大田市との結びつきが強く、域内は、水道、電気、固定電話などライフラインの多くを大田市側に依存している。大田市への編入を望んでいる住民がいる一方、長い間埼玉県だったためこのままで構わないという。 意見もあり、旧目沼町議会で陳情書が否決され、熊谷市としても認めない方針である。大田市は、正式に申請があれば認める方針を示しているが、受け入れる、側の立場としては働きかけ等できないために、生還している状況である。なお、留川右岸にも、大泉町大技戦国、大技古海の一部敷地、 千代田町大矢沢駅といった対岸の自治体地域があるが、こちらは居住者がいないため特に問題にはなっていない。戦場地の先端であることから伏流水を井戸などで、えやすく、離水しやすい土地である。市内、久下付近を流れる元荒川には、環境庁のレッドデータブックで、絶滅危惧種に指定された、武蔵富宮の世界唯一と見られている生息地があり、 市内の小中学校の児童や生徒などによって保護、繁殖活動が行われている。なお、武蔵富与は埼玉県の天然記念物並びに県の魚として指定されており、生息地は平成の名水百選に認定されている。また、熊谷市の水道水は他の同規模の都市と比較して味が良いことで知られる。 厚生省の美味しい水研究会が行った調査によると、熊谷市は国内において、水道水が美味しい都市32のうちの一つに数えられている。これは、市内に供給されている水道水の約7割が市内の井戸より汲み上げられた水であるために、塩素化合物による消毒が軽度で済むこと、地下水がミネラル分を多く含み、 比較的降水に近いことなどが理由として挙げられる。なお、市の水道庁舎では、地下水の減水、連勢の泉を支援することができる。古代の武蔵国大里群群下境、八ギ号の地である。古代から近世にかけての熊谷地域は、上記の大里郡のほか、八田郡、埼玉郡、小薄間郡に及ぶ。平安時代、新農人国制度により、 関武兵士高持王の子である村岡五郎がこの地に下校、地元豪族と通じて土着し、坂東兵士に代表される関東の兵士の祖となったという説がある。中世には熊谷氏をはじめ、久下氏や奈良氏など多くの武士団が起こった。特に、自称、呪栄の乱事の熊谷直ザが有名であり、熊谷氏の名字も、地名の熊谷が由来となっている。後に、 地名の読みは、熊谷ではなく、熊谷と解消した。江戸時代のこの辺りの地域は、お市販料や、幕府料、旗本料が複雑に入り組んでいた。また、中仙道の宿場、熊谷塾が置かれた。明治に入り、廃藩地県が行われる中で、入間県と群馬県の合併により成立した、熊谷県の県庁所在地となり、地域の中心都市として発展した。 明治以降の熊谷周辺の主要地主、指定の認食家は、東部の野原や、馬場や、西部の小林や、津久井や、南部の黒田や、北部の石坂や、山下や、原南河原の地区の田畑や、大畑地区、原島の清水屋等が挙げられる。以後、これらの名家からは、国会議員や、市長、地域の養殖者、文化人、教育者が排出されている。 例えば、石坂洋平や黒田海之助も含まれる。熊谷地域に、かつて存在した各自治体に関しては、それぞれの項目を参照すること。明治初期における、熊谷駅の町名。現存のものも含む。他にも、通称の町名などがあった。弁天町や文化町、乙女町、元町など。1920年の第一回国勢調査人口で、 当時の熊谷町は22,282人を記録した。これは国内150位、県内では川越町に次ぐ2位であり、県庁所在地の浦和町の約2倍の人口を有していた。市の人口はほぼ均衡状態にある。なお、出生と死亡はほぼ同数である。熊谷市は熊谷市、大里郡目沼町、大里郡大里町が、 平成の大合併の一例として、2005年10月1日に、新たに合併してできた市である。さらに2007年2月13日には、大里軍港南町を編入した。港南町の合併により、特例市指定要件を満たしたため、指定を受ける別手続きを行った。合併と特例市指定への経緯2001年、大里は一つを合言葉に、市長。 小林和夫と深谷市長、荒井江光を中心に、大里地域の合併について、話し合いを始め、2002年7月には、各町も参加し、任意合併研究会が設立されたものの、2003年3月には、破断してしまった。理由は、新市の市役所の場所について、熊谷市と深谷市で意見が分かれ、合併特例祭の使い道に関して大きな隔たりが、 あるためと報道されたが、2002年12月に、旧熊谷市が行った住民アンケートにおいて、大里地区全体よりも一市三町での合併を望む、回答が多かったことも影響した可能性もある。それに次ぐ形で翌月には、熊谷市と深谷市それぞれが中心となって二つの、法定の合併協議会が成立した。熊谷市側は、熊谷市、大里町、 高南町、目沼町合併協議会であった。しかし2004年3月21日高南町の合併を問う住民投票で反対果たすという結果となり、同年5月31日合併協議会を解散した。翌日、熊谷市、大里町、目沼町合併協議会を設立し、2005年10月1日に熊谷市、大里町、 メヌマ町が合併して、新、熊谷市の誕生となった。一旦は離脱した江南町であったが、単独では、厳しい状態にまで財政が緊迫していた。破綻、行政再建団体以降の可能性もあることが、資産で出たため、危機感を募らせた、当時の町長及び合併推進派町議員を、中心として、再び合併に向けて動き始めた。 過半数の住民による合併賛成の署名も集まり、2006年1月30日、熊谷市へ合併協議の申し入れ、同年4月1日に熊谷市港南町合併協議会を設置し、2007年2月13日に港南町が熊谷市に編入され、特例市指定手続きを開始した。以下で詳細を記述する。 合併後の住所表記基本的に合併前と同一の地名とするが、大技を関する住所については、大技を削除した。例外として、旧熊谷市、旧目沼町、旧江南町の以下の住所表示に関しては、同一もしくは類似しているため、旧目沼町及び旧江南町の住所表示について、旧町名を付けた。 合併推進構想埼玉県が策定している埼玉県市町村合併推進構想では構想対象市町村の組み合わせとして大里地域の組み合わせに県民の意見を取り入れ行田市を加えた熊谷市、行田市、深谷市、江南町、寄居町という組み合わせが提言された一方で平成の大合併期においては熊谷 行田漁師ともお互いを合併検討対象として挙げてはおらず、この構想が発表されても、不可や、より含めて合併を模索する動きは特に見られなかった。広域行政目み南河原の環境浄化センター、熊谷市議会を参照。ショッピングモール、ティアラ21年間商品販売額。 8144億4500万円事業所数は2545で、このうち卸売業は672事業所、小売業は1861事業所となっている。年間商品販売額8、144億4500万円のうち、卸売業が5953億円、小売業が2191億円。 以下に特筆すべき小売店舗について記述する。製造品出荷額7361億6322万円製造業に属する事業所数は754ある。主な工業団地としては、熊谷工業団地、上野工業団地、大津が原工業団地、目沼東部工,目沼部工業団地、目沼西部工業団地、船木台工業団地などがある。 農業産出額120億4000万円、荒川や利根川などの大規模な河川によって形成された肥沃な中石平野が地域の大部分を占めるため、市街地や住宅地、一部の丘陵地帯を除いた6128ヘクタールの土地が高地として利用されている。現在では地産地消を促進するため、熊谷のブランド農作物を育てる動きがあり、 小さな野菜、ミニクマをはじめ、地元産の小麦による、クマガイうどん、メヌマネギなどの生産が、意欲的に進められている。なお、農業生産額のうちメヌマネギをはじめとする野菜が44%を占め、ついで米が23%、麦類が10%、生乳など、その他が23%を占める。地域は、合併当初、旧熊谷市域においては、 合併前に分類していた5地区を継承し、他の旧山頂域においてはそのまま一つの地区として扱っていた。近年では北部地域に目沼地域を統合し、荒川井南を統合して南部としていることが多い。さらに下の単位では主に私立小学校区単位で地域を分類することが多い。埼玉県立熊谷高等技術専門校プロ。 野球独立リーグであるベースボールチャレンジリーグのチーム。2014年1月に市内に本社のある株式会社イーストジャパンアップにより株式会社埼玉県民球団が設立された。発足当時の球団名は武蔵ヒートベアーズ。熊谷桜運動公園野球場を本拠地とし、活動範囲は埼玉県全域で、その主要エリアは 県北エリアとなる。2014年6月24日に、正式加盟承認、7月に決断式と、球団ユニフォーム、チーム編成のお披露目が行われた。2015年より、リーグ戦に参加。4年目のシーズン終了後の2018年10月、球団名を、埼玉武蔵ヒートベアーズに変更した。ラグビーの全国リーグである。 ジャパンラグビーリーグワンのチーム。隣の大田市に本拠地を置いていたが、2019年2月に、投市への移転を県及び市に伝達。2019年3月には、県、市、パナソニックが移転に向けて協定を締結し、以降選手が市内のイベントなどに出演するなどしていた。熊谷スポーツ文化公園内に、桜オーバルフォートが建設され、 2021年8月30日付で移転が完了した。女子7人制ラグビーのチーム。他にも、テレビ埼玉の情報カメラが、八木橋百貨店屋上に設置されている。私立、または、市管活目沼行政センター、大里行政センター、港南行政センター、熊谷市立文化センター県の出先機関国の出先。 機関国が所管する機関裁判所その他主要公共施設民間公共事業者支店等熊谷駅北口市内にはバスターミナルと呼ばれる施設は設けられていないが市内を走る大多数のバス路線が熊谷駅北口南口ロータリーを発着しており鉄道と同様に熊谷駅が市内におけるバスの中心となる場所といえる一般の路線バスは かつては、東武鉄道の東武バスが、市内外各地へ、多数の路線を運行していた。その後埼玉北部、群馬県などの通商量のデルタ地帯で進行した、モータリゼーションの影響を強く受けて、多くが廃止されたが、当時は、埼玉北部地域の中核都市として発展してきた、こともあり、周辺市町と比べれば残った路線が、比較的、多く、 現在はグループ会社の国際重央交通と朝日自動車が熊谷駅発着路線を承継して運行を続けており他の地域を市のコミュニティバスで保管している。また秩父鉄道が路線バスを営業していた時代もあった。コミュニティバス一般路線バス高速路線バス観光バス事業者タクシーの営業区域は県北交通圏に含まれる。ここでは 市内に営業所を構えるタクシー事業者を掲載する。など西とはあちい町サミットなどを通して交流が行われている。ありがとうございます。